宮台公平は、神奈川県横浜市戸塚区出身のプロ野球選手。左投げ左打、東京ヤクルトスワローズ所属。横浜市立戸塚小学校3年児で、父親の勧めもあり地元の少年軟式野球チーム、戸塚区ホークスへ入団し野球を始める。横浜市立戸塚中学校では、軟式野球部に入ってプレーした。中学卒業を経て、 神奈川県立湘南高等学校に進学。中学校から高校2年までは、投手と外野手の2つのポジションをやっていたが、高校2年の時に、当時の主戦投手が故障で離脱したことが、きっかけとなって投手に専念することとなる。2年秋には、神奈川県選抜に選ばれ、スリランカへ遠征。3年春には、県大会でベスト8まで進出する。2014年に、 東京大学門下一類に現役で合格、東京大学公式野球部に入部。大学一年時では、東京6大学野球周期リーグ戦から、リリーフ投手として登板する。2016年、大学3年時の東京6大学野球春季リーグ開幕戦の総大戦にて、毎回の13奪三振をマークし、1946年秋に、 山崎悟が樹立した一試合最多12、脱三振の東大記録を70年ぶりに塗り替えた。その年の日米大学野球選手権大会に、東京大学から大越健介以来二人目、33年ぶりに、大学日本代表メンバーに選出された。2017年の東京6、大学野球周期リーグ戦では、2002年秋の率、対戦以来15年ぶりの勝ち点に貢献。 連勝での勝ち点は、1997年春の率、対戦以来20年ぶりとなった。6大学野球通算38試合に、当番6勝13敗、防御率4.26、123脱三振。東大野球部の1年先輩に、キーレとがおり、バッテリーを組んでいた。2017年プロ野球ドラフト会議にて、 北海道日本ハムファイターズから7巡目で指名を受ける。東京大学出身の選手がドラフト会議で指名されたのは2004年の松家、拓弘氏以来13年ぶりである。背番号は52。2018年8月23日に一軍に昇格し、福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初登板初先発した。 東京大学出身者の先発は1967年の井出春以来51年ぶりとなった。結果は5回途中4安打6四死球に失点で勝ち負けはつかなかった。この試合で右股関節を痛め翌8月24日に登録抹消されシーズンとしてもこの1試合の登板にとどまった。2軍成績は12試合の登板で3勝1敗。 防御率4.97だった。2019年は2軍で17登板し主に、先発として4勝3敗1セーブ、防御率4.60の成績を上げるが、一軍昇格はなかった。2020年は2軍で14試合に登板し、0勝4敗、防御率7.71と結果を残せず、シーズン終了後の11月25日に、 日本ハム球団から戦力外通告を受ける。球団からは育成選手としての再契約を打診されたが、他球団での支配下登録選手としての契約の可能性を考え、12月7日、明治神宮野球場で行われた12球団合同トライアウトに参加。シート打撃形式の対戦で、堀内卓門、小山翔平、中村和樹相手に、 三選手とも前所属球団で一軍出場経験のない選手ではあったものの三者連続脱三振の高騰を見せた。日本ハムからの育成再契約打診のほか、この高騰をもって複数球団からオファーが届き、中でも東京ヤクルトスワローズが支配下登録で宮台の獲得を検討していることが報じられた。12月23日、 ヤクルトから正式契約を結んだことが発表された。ヤクルトに東大出身選手が所属するのは球団史上初めてのことで背番号は68となる。また、宮台の遺跡によりヤクルトは2021年シーズンの支配下登録選手に東京六大学野球リーグに属する全大学の出身選手が勢揃いすることになった。性格はべてにおいてまっすぐで、 自分で決めたことをまっすぐにやり続ける。また、自分にも仲間にも、ストイックで、ザウの命は、最も困難な道に挑戦せよ。野球と勉強の両方でトップを目指すことを、目標としてきた。代表に選出された、日米大学野球では、大会期間中もポケットロッポを持ち込み、宿舎の部屋にこもって、民法、第二部の勉強に励んでいた。趣味は温泉。 投球フォームはスリークォーター。ストレートは大学3年生の時に自己最速時速150キロメートルを計測した。変化球はスライダーチェンジアップを持つ。ありがとうございます。